V リーグ西地区に所属するフラーゴラッド鹿児島は昨日ホームで昨シーズン V2 のクボタスピアーズ大阪と対戦しました。年内最後のホーム戦を勝利で飾ることはできたのでしょうか。サブタウンの一菊式の市です。今日も朝早くから多くのファンが集まっています。地元の応援を背に勝利となるのでしょうか。きっと勝ってくれるはずです。一生懸命応援します。フラゴラ頑張れ。824人が見守る中、赤いユニフォームのフラーゴラッド鹿児島はクボタスピアーズ大阪を迎え撃ちました。おとといはフルセットの末クボタに敗戦し、今季初黒星を喫したフラーゴラッド。第1セット序盤は均衡した展開に。流れを変えたのは4番エースでキャプテンの長友のサーブでした。まずは強烈なジャンプサーブ。今度は長友のサーブで崩して新加入の大砲6番笠利のクロススパイク。フラーゴラッドが8連続ポイントで抜け出し、第1セットを25対19で奪います。第2セットも取ったフラーゴラッドでしたが、第3、第4セットはミスや相手の連続ブロックなどもあり落としてしまい、試合はフルセットに。そして第5セット、6番笠利の豪快なスパイクに18番セッター山本の意表をついた2アタック。昨シーズンキャプテンの13番坂本のスパイクなど全員バレーを展開します。しかし昨シーズン V2 の久保田にあと一歩及ばず、年内最後のホーム戦は逆転負けとなりましたが、熱いプレーはファンの心に届いていました。ファンと感動しました。いろんな選手がいろんな場面でしっかりと活躍できてたので良かったと思います。悔しい思いもありますけど、真ん中を含めた攻撃をもっとこう精度高くしていければ、その攻撃の幅ももっともっと広がるんじゃないかなというふうに思ってます。ワンタッチボールをこうダイレクトで落としてしまったっていうところから、流れが変わったのかなっていうふうには思います。こういう時はもっと頑張っていかないといけないんだっていうところはしっかりと教えていかないといけないのかなっていうふうには思ってます。勝ってみんなで喜びたかったんですけど、まあ、それは次のホーム戦に取っておこうかなって思います。年内最後ということで悔しい気持ちもあったと思うんですけれども、次の試合に全部ぶつけてほしいですね。そうですね、もう課題が選手たちも明確に分かったと言っていましたので、きっと次のアウェー戦は勝ってくれると思います。さあそれでは順位表を見ていきましょう。こちらです。フラーゴラッドはここまで6試合を戦って4勝2敗、勝率は 0.67 で4位につけています。次の試合は今月23日と24日、宮崎県で現在7位の大道特殊校知多レッドスターと対戦します。